こんにちは、皆さん、くず丸です。ということでね、今回は僕が筋トレ1年目にタイムスリップしたら、どういった取り組みをするのかということを話していきたいと思います。はい。で、筋トレしてる人で、しばらく筋トレをしてる人、しばらく筋トレしてるけど、体変わらないとか、このやり方は合ってるのかとか、もっと効率よく筋肉、つけたいとか、思ってる人も多いんじゃないかなと思います。はい。で、僕の周りでも、筋トレの YouTube とかを見ていても、実際どういったやり方がいいのかとか、が分からないっていう風に言ってくる人が結構多いです。そこで今回の動画では、筋トレ歴3年半でここまで筋肉つけた、ナチュラルの僕がもし筋トレ1年目にタイムスリップして、筋トレの効率を爆上げするにはこうするよなっていうことを、話していきたいと思います。このように、僕のチャンネルでは、ボディメイクの情報などを発信しているのでぜひチャンネル登録してみてください。それでは早速本題に入っていきましょう。なぜ筋トレ1年目にタイムスリップしたらこういうことするっていう風に、こういう動画を撮っているかというと、筋トレ1年目っていうのは実は脂肪を落としながら筋肉をつけることができる唯一の期間であったり、いろいろ初心者ボーナス的なものがあるのがこの筋トレ1年目、筋トレ始めたばっかりの時、いろんな初心者ボーナスが得られる期間なんです。はい。そんな初心者ボーナスの恩恵を最大限受けることができるこの筋トレ1年目に、タイムスリップもしできたら、僕はこうするなというか、タイムスリップできたらいいなっていう願望も含め、それに加えて、まだ筋トレを始めて間もない人とか、筋トレ1年目2年目とかの人がこう視聴者の中でいらっしゃったら、その人の筋トレの効率っていうのが爆上がりできるようにという思いで動画を撮っています。はい。なのでこの動画を見ることによって、特に初心者は筋肉をつける効率が爆増します。はい。じゃあ僕が筋トレ1年目にタイムスリップしたら取り組むこと、主に5つあります。はい。特に最後の5つ目が重要なので、ぜひ最後まで見ていただけたらいいなと思います。はい。まず1つ目、重いものを持て。はい。ということです。めちゃくちゃ当たり前のことかもしれないんですけど、これ意外と意識できない人が多いです。はい。で、初心者中の初心者とかだったら、フォームの問題とかもあると思うので、回数重視の筋トレでいいかもしれません。はい。ただ、ある程度3ヶ月とか、半年とか、やってるなら、重さを追い求めろというふうに言いたいですね。はい。なので、僕が筋トレ初心者、筋トレ1年目に戻ったら、もっとお前、重いもの持てと。はい。重いもの持ちなさいというふうに言います。はい。絶対。当時、筋トレ1年目の当時っていうのは、10回から15回を3セットという、いわゆる伝統的と言ったらいいのかな？伝統的な筋トレを行っていました。はい。確かに、筋肥大もするし、やった後のこのパンプ感とかも、良かったんですよ。ただ、15回とか20回とかの時もあったの。20回3セットとか。うん。そういう風に筋トレをしてると、それって代謝ストレス、代謝的なストレスのアプローチって言って、要は筋肉内のこの環境を悪くして筋肥大を狙うっていうアプローチの仕方なんですよ。ただでも僕がタイムスリップできるのであれば、6回4セットとか6回5セットとかでやります。はい。で、結局その機械的な刺激っていうんですけど、メカニカルストレスって言って、要はめちゃくちゃ重たいものを持って筋肉にもこうダイレクトに入る刺激というかっていうのを大きくするのが結局一番なんですよ。もう当時は重い重量持ってる人とか見た時に、うわ、なんだあれみたいな、見せつけかよみたいな、ちょっと思ってたんですよ。多分みんなも思ったことあるでしょうね。うん。これ多分ね、もうみんなあるあるじゃないかなと思うんですよ。もう通る道だと思うんですよ。はい、誰しもが。で、もう通んないで最初からめちゃくちゃ重い重量ばっか狙ってやってた人は、もうめちゃくちゃ成長早いし、めちゃくちゃでかくなります。はい。僕もこの筋トレ、重いもの持てばでかくなるなっていうのが、ようやくこの筋トレ3年ぐらい経った今時期に、ようやくわかりました。もちろん怪我のリスクとかも、その重いもの持ったら上がると思うんですけど、それは、次に伝える取り組みでカバーできるので、そこは安心してください。はい。続いての1年目にタイムスリップしたら僕が取り組むこと。2つ目。それは、炭水化物をもっと重視しなさいということです。はい。筋トレやってる人とかっていうのは、タンパク質っていうのをとても重視してると思います。はい。もちろんこれ正解です。はい。でもですね、意外と意識できてないのが炭水化物なんですよ。はい。昨今のテレビとかメディアとかで、低糖質がいいよとか、言われてるんですけど、あれです。情報操作です。はい。炭水化物は味方です。まず、前提として。はい。なんですけど、もちろん、運動しないのに、大量の炭水化物とか、取ってしまったら、そりゃ脂肪に蓄積されます。はい、もちろん。なんですけど、筋トレしてる人にとったら、筋肉をつけるための、最大の味方と言っても過言ではないです。
炭水化物は味方です。はい、筋トレ長くやってる人とかだとタンパク質より炭水化物大事だっていう風に言ってる人がもう大半なんじゃないかなと思います。はい、僕の感覚もね、多分めっちゃマッチョの人に聞いて、なんだろう、食事で意識してること何ですかって言ったら、大体ね、米めっちゃ食えとか、もうめっちゃ食え、炭水化物めちゃくちゃ取った方がいいよとかめっちゃ言われます。はい、絶対マッチョ近くにバカでかい人いたら聞いてみてください。めっちゃタンパク質もめちゃくちゃ取れとは言わないと思います。炭水化物めっちゃ取れっていう風に言うと思います。はい、まあ、要は炭水化物って筋肉を動かすためのガソリンなんですよ。ガソリン、はい、まあ、このガソリンがこう十分量あると筋トレのパフォーマンス、要は挙上重量とか回数とかが上がります。はい、挙上重量とか回数とか上がることで、結局そのさっき言ったメカニカルストレスの部分とかにつながるんですけど、まあでかくなりやすいし、まあ加えて筋肉の中にある筋グリコーゲンっていう、まあ糖のエネルギーの塊なんですけど、まあそいつが早くというか十分量こうあると筋肉の回復っていうのは早くなります。はい、筋肉の回復が早くなることによって、筋肉の分解よりも合成が上回って筋肥大がこう起こる、まあ、起こりやすくなるという風なメカニズムになってますので、まあ、筋肉にとって炭水化物ってめちゃくちゃいいことばっかりなので、意識して取るように筋トレ1年目にタイムスリップしたら取り組んでいきますね。はい、続いて、筋トレ1年目にタイムスリップしたら取り組むこと3つ目、それは食事の記録をしろということです。はい、まあ、僕がこう初めてこの食事の記録、要は PFC バランスとか言ったりするんですけど、まあ、食事の記録を取ったのは大体筋トレ開始1年半ぐらいの時に初めて記録をしましたね。はい、でまあその時、まあ、衝撃的だったのが、バランス悪くねみたいな感じでしたね。はい、僕の場合その時も筋トレしてたので、なるべくこうタンパク質をいっぱい取るようにっていう感じで過ごしてたんですけど、まあなんとなくのこう生活だったんですよ。なんで例えば納豆を食べまくるとかそういう感じの生活してて、なんだろう、タンパク質若干足りてないし、脂質はなんだろう、逆に少なすぎるなっていう感覚だし、まあもちろん炭水化物も全然足りてないなっていう風に、なんか衝撃的でしたね。はい、なんかこう YouTube とかで誰々の PFC はなんぼとかそういう感じでこう軽く見た後に、その自分でもつけてみようというふうにつけてみたら、少なみたいな。うん、なんで、まあ、食事の記録を取ることによって、自分の体はどれくらいの食事で太るとか、まあ、どれくらいの食事だったら痩せるとかというのがこう分かるので、まあぜひつけてみてください。はい、食事の記録は毎日まで取らなくていいので、まあなんだろう、こう参考程度にこう1週間だけ取る期間を、まあなんだろう、1ヶ月に1週間取るみたいな感じで、こう自分の傾向を知るためっていうような感じで、あとはなんだろう、どれくらいの食品がどんくらいのカロリー、どんくらいのタンパク質、脂質、炭水化物があるかっていうのをこうなんとなく把握するっていう意味でも、食事の記録っていうのは、まあ、1ヶ月の中で1週間の、まあ、取ってみるのがいいんじゃないかなと。はい、まあ、僕が筋トレ1年目にタイムスリップしたら食事の、記録を取ります。はい、はい、続いて、僕が筋トレ1年目にタイムスリップしたら取り組むこと4つ目、クレアチンを飲みなさい。はい、ってことです。クレアチンってなんだって言うと、まずクレアチンってサプリです。はい、で、まあ、これどういう効果があるかっていうと、まあ、簡単に言うと、これを飲むことによって挙上重量上がります。はい、簡単に言うと結構上がります。で、まあ、自分がこう一番体感あるサプリなんですよね、これ。はい、で僕がこのクレアチンを飲み始めたのも、まあ、大体1年半、筋トレ開始1年半ぐらいで飲み始めました。はい、でもう本当に効果の、なんだろう、効果を感じることができたサプリ、まあ、なので、まあ、タイムスリップしたら絶対にこう早めから飲みます。はい、重いものを持てるようになることで、まあ、一つ目に言ったことにつながるんですけど、結局この機械的な刺激、重いものを持つことによってダイレクトに入るこの刺激っていうのがこう、まあ、大きくなるので、結果的にこう筋肥大に直結する、まあサプリになります。はい、で、まあ、1回だけね、その取らない時期をちょっと作ってみたんですよ。そしたらね、もうなんかガス欠みたいな感じになって、今まで100キロ開けてたものを同じように取り組んだら上がりづらいみたいななんだろう、うん、感覚としてはガス欠だみたいな感じになりました。はい、なので、まあこのクレアチンっていうのはすごい効果を感じてるサプリなので、筋トレ1年目にタイムスリップしたら絶対にまず飲むサプリはこのクレアチンです。はい、そして最後5つ目です。はい、僕が筋トレ1年目にタイムスリップしたら取り組むこと5つ目、はい、一番大事です。規則正しい生活をしなさいということです。はい、
まあそりゃそうだろうというふうに思うかもしれないんですけど、これみんな意外とできてないんじゃないかなって思います。はい、規則に関しては、まあ、本当に人それぞれだと思います。例えば夜遅くにこう寝て、で朝遅く起きるっていう人もいれば、夜めっちゃ早く寝て朝も早く起きるっていう風にという人もいると思います。はい、でまあ僕が言いたいのは一定の規則にしなさいということです。はい、当時の僕、筋トレ1年目の僕というのは、まあ、大学生だったので、まあ、夜遅くにジム行ったり、まあはたまた昼に行ったり朝に行ったりっていう、まあ、めっちゃバラバラだし、寝る時間も毎日違うし、起きる時間も毎日違うし、食事のタイミングも全然違うしっていう感じだったんですよ。まあそういう感じで不規則な生活だったので、筋トレのパフォーマンスもこう不規則になってたんですよ。なんだけどこう社会人、去年社会人になって、まあ、1年経って今2年目なんですけど、社会人になってまあ強制的に規則正しい生活になったことで、なんだろう、筋トレのパフォーマンスがめちゃくちゃ安定したんですよ。筋トレ1年目だったらこうガタガタしてたんですよ、パフォーマンスが。調子いい時もあれば悪い時もあるし、いい時もあればみたいな、普通の時もあるしみたいな。なんだけどこうトゥーって感じ、社会人トゥーって感じ。はい、調子が安定することによって、なんだろう、本当に筋肉がこう右肩上がりで、こうなんかスランプとかなしでこう右肩上がりでビャーっていう風に上がることができました。はい、なのでとにかく筋トレ1年目に戻ったら、まあ無駄な変な生活しないで規則正しい生活絶対にします。はい、以上が、僕が筋トレ1年目にタイムスリップしたら取り組むことです。はい、5つありました。振り返ると、1つ目、重いものを持て。2つ目、炭水化物を重視しろ。3つ目、食事の記録をしなさい。4つ目、クレアチンを飲め。5つ目、規則正しい生活をしろということです。はい、この5つを押さえてたら、まあ、もっと筋肥大できてたんじゃないかなと思います。はい、本当にタイムスリップしたいです。はい、ということで今回の動画以上になります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ということで次回、くずまるタイムスリップしてみた。